昔から三作保で育てられてきた猫足アワです。このアワやキビを使ったディナーが山の上で開かれます。一流シェフが雑穀を使った料理を振る舞いました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。雑穀サミット三作保五穀ファーム&ダイニングです。まず出されたのが三作保の五穀、雑穀がおしゃれな料理に変身。猫足泡にドライトマトやクリームチーズなどを合わせました。すごく美味しいです。なんか味が濃いです。猫の足のような形をした泡は江戸時代から伝わってきました。これに注目したのが浜松市の春華堂、お菓子にしました。浜松市の北、三作保の山の上に畑が作られ、春華堂の社員が猫足泡の種をまきました。4月に種をまいた泡は7月初め元気に育っていました。若い女性たちが三作保の魅力を広めようと頑張りました。やっぱり素朴なところですかね。土地の力を感じるようなところが魅力だと思います。きゅうりとパイナップルの冷たいスープ、真ん中に猫足泡を使っています。ちょっとスパイシー。雑穀には馴染みのある三作保の人たちも、在来のものがすごく洋食のものに変わってすごいですね。本当いろんな料理に使えるんだなというか、使ってもらえるんだなっていうのが分かったので。山里で昔から種で継がれてきた在来作物に新しい道が開かれました。天然のアマゴをアワやキビの衣で揚げました。いただきます。香ばしい、プチプチです。このちっちゃな粒なんですけど、こう皆さんのこの人をつないでくれてとっても嬉しいです。山里の阿波に素敵な未来が待っています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。